ではこちらの文献について間が発表させていただきます。まずこの論文についてです。2018年の ACL の論文です。最初にアブストラクトから、転移学習で、既存今までにあるこうNLP 関係の手法だと、タスク固有の調整、ファインチューニングと最初から学習しなきゃいけないっていうことが必要らしい。MFIT って書いてあるんですけど、それを提案して、でそれをテキスト分類のタスクに持ってきたら、6つのタスクで、ステートオブジャートを達成したという内容になっています。最初に、イントロダクションです。まず転移学習っていうのがまずコンピュータービジョンの分野で恩恵をもたらしていて、それを言語処理の分野に持っていくにはやっぱこう大量のドメインの文章が必要ということになっているそうです。そこで、筆者たちが提案した手法において、ファインチューニング中に情報が失われちゃうらしいんですけど、それを、どうにかして防ぐ学習のための工夫みたいな手法を提案で、6つのテキスト分類タスクで、6つの文章を分類するんですけど、既存のスコアを上回って、エラー率が18から 24% 減って、ステートオブジャートを更新したと。で、極めてサンプル効率のいい転移学習を可能にして、最後に、モデルとコードを公開というのが主な貢献になっています。で、特徴としましては、アーキテクチャと学習過程を用いて、特別な前処理を必要とせず、追加のドメイン文章やラベルを必要としないそうです。で、言語モデル、言語モデルって言ってるんですけど、今回用いたものが、既存のステートオブジャートモデルであるこう AWT-LSTM というものを使っているそうです。これは、3層の LSTM にドロップコネクトというものを使ってそれを最適化しているらしいので、よかったら調べてみてください。で、今回の実験ではこれの、調整済みであるものを使っているそうです。ラーゲージモデルのプリトレーニングと、ファインチューニングと、一番右側の、分類機のファインチューニングという流れになっています。まず左から、ざっくり説明していきます。ここでは、コンピュータビジョンにおける、イメージネットみたいな感じで、大規模でかつこう一般的な特徴を抑えられるようなコーパスを対象にするということで、論文内だとウィキテキストっていうものを使っています。これは、28,595 の前処理されている、ウィキペディアの記事と、1億300万のに使うだけということなので、一回実行すればいいよねというふうに書いてありました。次に、真ん中のランゲージモデルの言語モデルのファインチューニングについて説明していきます。これはまずいくつかの2つあって、最初ディスクリミネーティングファインチューニングっていうもので、その意味の通りこう分離
する、まあ、今まではこうそれぞれの層で同じような処理してきたらしいんですけど、この提案した手法だと、まあ、階層化した各層で違う情報を捉えるようにしている。そのため、それぞれの層で今までだと、同じ学習率で、この均一になってたんですけど、今回こう右のように、まあ、層ごとに、まあパラメータとかも処理が少しずつ違ってくるというような、計算方法になってくるそうです。で、経験上、筆者らが述べていることには、そうですね、前の層がその1個後の層を 2.6 で割ったものっていうものを使っていくとうまくいったと書いてあります。で、というものがあって、まあイテレーションを繰り返すたびにどのように学習率を変えていけばいいかということに、言及してあります。これは、既存の、三角にこう変化させていくっていうものを少し発展させたもので、最初は短時間で急に変化させて、あとはこう緩やかに減少させていくというもので、更新式はこのようになってるんですけど、大体はこの形にのっとるような更新になっています。まあ、最後に、この分類器のファインチューニングについてざらっと元となる箇所が、いろんな単語にあって、まあ、どこにでも発生するということで、今までだとモデルの最後のものだけを注目しがちだったんですけど、まあ、これを、メモリーが許す限りこう前まで、全部見てあげる。で、それで平均とかマックスとかを取ってくるようなやり方になっています。で、あと3つが、まあ、1回で、一番上のグラディアルアンフリーズングっていうのが、1回で全部、一気に全部の層をファインチューニングすると、情報が消えてしまうということから、まあ、最後の層から順番にこう回答して、するみたいな、1回ずつこう少しずつ調整するものを増やしていく流れになっているそうです。で、次真ん中のやつは、誤差逆伝播法を主に意識していて、まあ、文章固定帳に分割して、それぞれでやっていくもので、一番下のバイディレクショナルランゲージモデルっていうのが、まあ、順方向だけじゃなくて逆方向からも、言語モデルを学習して、まあ、これも誤差逆伝播法のやつで個別に調整して、まあ、予測したものを平均していくというやり方になっています。感情分類、分析、質問分類、トピック分類、になっています。で、用いたデータセットがこの、6つになっていて、トリック6っていうのが、まあ、質問分類で6クラスの質問分類データセットで、この先下3つの感情のところで IMDB っていうのが映画のレビューで、これも日分類で、その下の Yelp、Vine とか Yelp、Fullっていうのが、まあ、評価サイト、レビューのサイトで、Yelp、Vine っていうのが、日評価
AG っていうのが、4クラスのニュース記事で、 DBpedia っていうのが14のクラスを分類するものになっています。でそれぞれがこう2つぐらいある既存のステートオブジアートの分離モデルと比較するためにこれと同じものを使っています。で結果です。一応今回用いたものの中では、6つ全て、既存のものよりも精度が良くなっていたと、上回る性能になっていたということです。ですね、上の2つ上の、ステートオブジアートモデルの分類と同じものを使っていて、それと比較していて、下がまた別のものと比較した結果になっているそうです。で、まあ、どれでもこう一応はこう、まあ、精度が上がっていて、まあ、一応更新したというふうになっています。最後コンクリジョンです。低学習手法であるULMFIT を提案して、まあ、情報の欠如を防ぐためにファインチューニングの手法をも合わせて提案して、6つのタスクにおいてステートオブジアートを上回る性能を発揮したということになっています。